ないのか、使えない小銭は。震災も津波も、まあ、知らなくて死んだわけだよな、そういう意味じゃね。ああテロもな、大きい事件、本当そうだったね。まあ寺山さん自身が大きい事件だったからな、俺にとっては。いや一番大きい事件だったな、俺にとっては。そこであの天井最近電話したわけですよ。そしたらあの私は勝手にね、寺山さんっていうのはなんかこう津軽の人間ばっかりいるんだと思ってたら、いきなりあのすごい綺麗な標準語でね、あなたどっから来たのって言われてね、すっかりもう気遅れしちゃってね。爆破すべき美術館、そうすべきではない美術館、爆破すべき美術館、そうすべきではない美術館、美術館、美術館、東京の連中は結局そのビートルズのやややなんてその満員で見れなかったっちゃけだよ。その立ち見立ち見で。ところがあの当時やっぱり苦労してたのビートルズなんて誰も知らなくて、それたった一人で見たんだから。寺山修司からもらったトイレットペーパーってなんかこうオブジェみたいでね。飛騨の高山へ行けば流れる川の私が実際あの寺山さんと会う直接のきっかけっていうか、私自身の中ではやっぱり15歳の時にその父親が死んだんですよね、私ね。でその前はその人が死ぬっていうことは全くこう頭の中にないっていうか、親父っていうのは死なないもんだっていう、なんかこう。死んだ人に会いに来るっていう感じじゃないねと思う。まだ生きてるっていうのも変な言い方だけど、ちょっと他の人とやっぱり違いますよね。いくつかの元旦